はい、これはですね、トイザラス限定のものになったかと思いますね。トイザラスで行くと、まあ、限定で、まあ、こういう、なんていうんですかね、トミカが、まあ、もらえるよというか、まあ、そういうのが当たるよみたいなね、感じでなっていたものになります。まあ、これもこれでね、まあ、なんていうんですかね、こう、時代は感じますけども、キャリーのね、トミカパーキングだったかな、そのトミカパーキングをトイザラスで買うと、限定のがあるんですよ、トミカパーキング、トイザラス限定のがね。で、それを買うと、そのセットの中の一台として、もらえるよというものでしたね。今、これ一台だけでも400、500円ぐらいで売ってるかな。まあ、なかなかの可愛らしい感じでね、いかにもそのおもちゃ屋っていう感じで、なかなかいいですね。今、トイザラスもね、他の方もみんな申してたんだけど、昔人が多かったんだけど、今はめっきり数が少なくなっちゃってね、まあそれがこう市場になんていうのかな、まあ、残念であるなっていうところでは、あるなっていうところでありますね。まあ昔のようにこうね、いろんな人たちにね、こう買ってもらっていた、にぎわっていた、まあ、あの頃の時代っていうのがね、今となってはこう懐かしいのかなっていう感じで、まあそういうのをまあちょっとこう感じてしまうね、まあ車になってるかなっていう感じで、なかなかこれもこれでね、いいなと思う、まあそういう風な、車でございますね。というわけでどうもありがとうございました。